カイセライはトルコの都市であるカイセリ市内を走る路面電車。2009年に開通し、2020年現在は路線バスと共にカイセリ都市圏自治体が所有するカイセリ交通公社が運営する。長年にわたり路線バスや自家用車が交通機関の主力であったトルコの大都市であるカイセリでは都市の発展に伴い道路の混雑をはじめとした。 問題が表面化していた。そこで2000年から今後の発展や道路混雑の予測をもとに新たな公共交通機関の検討が始まった。2001年まで続いた調査の後、複数の可能性から最も理想的な交通機関として市内を東西に結ぶライトレールが選ばれ、2005年に建設工事に関する入札を経て2006年1月に着工した。 建設はトルコのヤプメルケジが手掛け、緑化軌道や沿線への植樹などの環境への配慮や既存の交通機関との連携を念頭に入れた路線設計は海外からも高い評価を受けた。そして2009年8月1日、最初の路線となる全長 17.5km の路線が開通した。その後、利用客は 開通から2年が経過した2011年の時点で年間2200万人以上を記録したほか、住宅地やショッピングセンター、スポーツスタジアムなど沿線の新たな施設の開発も行われ、カイセライはカイセリーチにおける重要な公共交通機関として定着した。その後、2014年にはエルジェス大学方面へ分岐する視線を含めた、 複数の延伸工事が完成しており、2020年現在は 34.4km の路線を有している。また、海せり交通公社では、回せらいの利用客を対象とした自転車のシェアサービスを展開しており、これを含めた各種の施策が評価されいくつもの賞が授与されている。2020年現在の回せらいの系統は以下の通り、t 1号線は、 カイセリーチの東西を結ぶ一方、T2 号線は、共和国広場電停から、中ナ電停まで、T1 号線と同じ区間を通った後、南部のセミルババ電停まで向かう路線を経由する。2020年現在、カイセライでは、以下の2種類の電車が運行している。双方とも、車内全体が、低床構造となっている5車体連接式の超低床電車である。カイセライには、 2020年時点の路線網に加えて、トルコ共和国運輸開示通信省が主導する全長 7km の延伸計画が存在するほか、沿線にあるエルキレト国際空港へ直通する支線も検討されている。ありがとうございます。